あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。今日は何かイベント、イースターか。これはさすがになんかあるのかな。はいはい、今日また邪魔するだでね。かぶり一筋60年日曜といえばこのかぶりばばあさんにお任せだよ。それともかぶりばばあさんにかぶったけなんもないかな。今日は今月最後の日曜じゃからかぶりに来るのも最後じゃ。さあ今日は一株につき82ベリじゃが買いなさるかね。10株単位で売ってあげるよってことだから買うよ、もちろん買うで、200株。みんなめっ、850株とかやばくない？絶対やばいやろ。どんだけだよ。にほほほほ、毎度あり。最後まで頑張りなさりよ。頑張るけどもさ、頑張るけどもさ、こいつや、この子やん、あのスタンプのやつ。いや、みんなこんにちは、ぴょん太郎。春を知らせに来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。パチ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 。卵を探そう、卵を探そう。卵のマスで拾えるぞ。いくつ拾える、いくつ拾える。たくさん拾ってハッピーになろう。卵、卵だらけじゃん。全部卵なんじゃない？だよね、やっぱり。初めてのイベントだ。通っただけで拾えるん、これ。やった、卵を6個見つけてハッピー。マジで？チャス。通っただけでいいの、これ。ちょっともう一回見とこう。3。ほら、やっぱり。やった、卵を5個見つけて5ハッピー。じゃあ長く進めた方がいいわけだ。頑張ろう。まあ、どう頑張ればいいんか分からんけど、自動やし、これ。ほい。運だよね。5。多分、色によっても違うはず。あ、めっちゃ拾った。やった、卵を16個見つけて16ハッピー。やばくない ?16 個。イェイ。みぞれちゃん。この間は株は何もない。株価は何もないわけ。あ、まだ発表されてないんか。やった、卵を10個見つけて10ハッピー。やったね、私がダントツだった。16だもん。かわいいな、この子。どうだい、みんな楽しんでくれたかな。ハッピーになれたかな。せーの、ハッピー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 。かわいい。来年また会おうね。この動物の森にいなさそうな感じの顔、かわいい。マジで暴落型今回。みんな聞いてくれ。今週の株価の傾向が発表されるぞ。うわ、今週の傾向は暴落なのか、だね。こうなったらもう少しでもマシな値段で売れることを願うしかないな。それだよ。カルロス。誰か、乱高下型のカードは持っていないのか。6。きついなぁ。1週間の結果を立てるためにノートを開いたらへそくりが出てきた。ベルトやる気がアップした。てか、ノートを開いたら、へそくりが出てきたって。ノートってスケジュール帳でしょ？予定立てるんやけん。そんなのってほぼ毎日開くことない、スケジュール帳って。どんだけ開かないの？書いてる意味ないじゃん。やったー、スタンプが全部揃ったー。スタンプ完成で、ボーナスハッピー。まだ誰もプラスのは出てないね。今日はお店で接客のお手伝い。タイムセールもあって忙しかったけど楽しかったし、バイタイムたっぷり。それって何？能力級ですか、まさかの。時給じゃなく。それはそれできついぞ。4。ああ、人に金を与えてる場合じゃないのだよ、私は。この前の休日出勤の手当を受け取った。なかなか使う時間がないけれど、仕事は気に入ってるから、まあ、いっか。いいのか？あ、2000円。よかった。円って言っちゃった。ベルだ。一株66ベル絶対売らない。みぞれちゃん。まだ一応ね、株価が回復する可能性もあるし。何より低いところでは売らないからね。お、でか。マグロを釣った。ハッピー。いいな、マグロ食べたい。一株92ベル。あ、売らないんだね、やっぱ。かける？お、占いの言い方。
幸せを求め、さまようる民よ。裏の逃げ方で運命を変えたければ、緑のイベントマスに立ち寄りなさい。立ち寄りたい。カルロス。立ち寄りたいよ。4。最初の1回目のあれ、結構役に立ったけんね。結構な確率で出してくれるんやなって分かったし。とても天気がいいので、溜まっていた服を洗ったら、ポケットから小銭が出てきた。小銭結構ジャラジャラ入れるよね、ポケットの中。1。最近アイテムがないから風水に頼るため赤い家具を探しに行ったけど見つからず。これもアイテムがないせいなのか。赤。赤、熱血、情熱、そんな感じじゃない？なぜそれ？えい。2。これは、上。上だね。ケッハモルター、ケッハモヌラター。占いの館へようこそ。このハッケミーがタロットカードで未来を占って死んでましょう。さあ、この場面のタロットカードに願いを込めるのです。ケッハモルター、ケッハモヌラター。ようならうデトロダ。キエーイ。さあ、今回は何が出る？コホン。それではゲームパッドで運命の1枚を選ぶのです。じゃあ、左から2番目。どうよ。おやおや、これは。お？民に幸ありとまじないをする美しい魔術師。この魔術師のカードが意味するのはそう、あらゆる運勢の上昇の兆し。今日からおよそ1週間、誰かが1の目を出すたびに、あなたは幸と富を得られるでしょう。1ってめったに出んのよね。それでは、あなたにたくさんの幸せが訪れますように。一株89ベル。とりあえず、じゃあ、100売ろう。とりあえずね。はい、100。一応、買った時の値段よりは高かったから。じゃないと、次に泊まるとこめっちゃ低いかもしれんもんね。誰も乱高下ないし。ケッハモルター、ケッハモヌラター。皇帝に見守られしもらんよ。お、マジで。さあ、この盤面タロットカードに願いを込めるのです。ケッハモルター、ケッハモヌラター、ようならうデトロダ。キエーイ。コホン。それでは運命の1枚を選ぶのです。これってさっきさ、よく見えてなかったんやけど、プラスされるん。おやおや、これは私と一緒や。民に幸あれとまじないをする美しい魔術師。え、これは、さっきの4のやつプラスってこと？入れ替わるん。それでは新たなカードの導きでより輝かしい日々になりますように。入れ替わるんか。なるほどね。プラスではないと。3月30日水曜日。稲荷カードショップ。誰か乱高下を。毎度、稲荷カードショップです。今日も緑のイベントマスで営業させてもらいますんで、ご来店お待ちしてます。乱高下売ってろ。カルロス。1かと思った。2。惜しい。お、錦鯉を釣った。ハッピー。鯉って美味しいんかな？一株97ベルで持ち株を売っちゃう？チャスの番。どう？お、やったね。おっかねー。おやおや、ようこそいらっしゃい。うちは稲荷カードショップ言うて、便利なカードを手頃な価格で販売させてもらってます。さあ、どないです？チラッとカード見ていきます。さすがお客さん、チャンスを逃さない、ハッピーになれる素質をお持ちのようで。価格はなんと100ベルポッキリ。さあ、ゆっくりとご覧あれ。ゴーススムカードか。そりゃこれさえあれば、目当てのマスを狙い撃ちできますもんね。ほな、こちらが商品になります。乱高下は置いてないんかな。ありがとうでしたー。一株65ベル。安っ。でも次の日が最後だよ。ん、あたし。へい。2。
天体観測をしていたら道行く人たちに星の見方を教えてほしいと頼まれた。即席の天体観測教室はなかなかの盛況に。やった。一コマ82ベル。占い。みぞれちゃん。んー、でもなんか、厳しいなぁ。次、ラストでしょ？珍しい虫や魚を捕まえに南の島まで行ってきた。遠出の甲斐あってそこそこ稼げたかな。てか私さっき2が出てなんか増えんかった。なぜ ?1 だよね。あー、ラストだ。ついにこのすごろくも今日でおしまいだな。最後の1日、ベストを尽くせよーっとね。頑張る。カルロス。今日安いとこに泊まったら終わりだな。やばいよー。でもみんな一応条件は一緒だから。ハッピーホームアカデミーから頼まれて自宅の見学会を開いた。後でアカデミーの人に謝礼をいただいた。羨ましい。85ベル。あーでも一応高いのか。じゃあカルロスは一応得をした方ではある。どうよ。3。で、気分転換に散歩へ出かけた。たっぷり歩いて気分すっきり。木からベルも落ちてきてラッキー。え、あんな袋で落ちてくるの？めっちゃいいじゃん。え、いつも100ベルしか手に入らないよ。落ちてくるの。タロットカードの効力がなくなったみたい。へい、あたし。こっちだった。アミーボを当てる場所を間違えたよ。あ、よかった。一応高い方だ。今日は天井に来てくださったお客様に風船を配った。喜んでもらえて嬉しかったな。あれ、いつも思うんやけどさ、なんかその、風船のガスが、まだちゃんと風船の中にあるとき。ああいうときって、まあ、風船、手離したら飛んでいくじゃん。イベントのときってさ、結構な数の風船飛んでいきよりやん。あれって同じぐらいの時間にさ、なんか日本の至るところで風船がいっぱい落ちてきよんかな。やば、リュウグウの使い移ったハッピー。ハッピーなんかな、キモってなる気がする。なんかそういう風船が空から落ちてくるところを見たことがないけんあれなんやけど、なんかちょっと気になる。みんなよく頑張ったなーだね。誰が一番ハッピーになるか、いよいよ結果の発表だ。今回どうやろう。最後は集めたハッピーだけじゃなくて、集めたベルの分も1000ベルにつき1ハッピーとして上乗せするからな。さあ、結果はどうなるだろうな。あーでも、ハッピーは、あーマジで ?3 位？え、さっきまで私、2位じゃなかったハッピー。マジか。ダメだー。いつまで経っても1位になれない。ん、何？タッチ。やばい。いつまで経ってもなれないよ。どういうことだよ。全然勝てないじゃないか。そろそろ勝ちたいんだけど。だって私あれ、何月から始めた ?11?12?11 からかな。10? もうそのあたりからじゃん。一回も1位になってないんだよ。そろそろだよ、ちょっと。やばいやばい。はい、ってことで、あ、チケットが増えていってる。プラス1か。はい、ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ねえ、ちょっともう、ダメだよ。